夏目漱石作それから「大助が兄嫁に失敗して帰った夜はだいぶ老けていた」「彼は辛うじて青山の通りで最後の電車をつらまえたくらいである」「それにもかかわらず彼の話している間には父も兄も帰ってこなかった」「もっとも その間に梅子は電話口へ2編呼ばれたしかし兄嫁の様子に別に変わったところもないので大助はこっちから進んで何にも聞かなかったその夜は雨模様の空が地面と同じような色に見えた停留所の赤い柱のそばにたった一人立って電車を待ち合わせていると遠い向こうから 小さい火の玉が現れてそれが一直線に暗い中を上下に揺れつつ大輔の方に近づいてくるのが非常に寂しく感じられた乗り込んでみると誰もいなかった黒い着物を着た車掌と運転手の間に挟まれて一種の音に渦巻いて動いていくと動いている車の外は真っ暗である。 大輔は一人明るい中に腰をかけてどこまでも電車に乗ってついに降りる機会が来ないまで引っ張り回されるような気がした神楽坂へかかるとひっそりとした道が左右の二階屋に挟まれて細長く前を塞いでいた中途まで登ってきたらそれが急に鳴りだした大輔は 風が矢の胸に当たることと思って立ち止まって暗いの木を見上げながら屋根から空をぐるりと見回すうちにたちまち一種の恐怖に襲われた。とと障子とガラスの打ち合う音がみるみる激しくなって「ああ地震だ」と気がついた時は大助の足は立ちながら半ばすくんでいた。その時 大輔は左右の二階屋が坂をうずむべく双方から倒れてくるように感じたすると突然右側のくぐり戸をがらりと開けて子供を抱いた一人の男が「地震だ地震だ大きな地震だ」と言って出てきた大輔はその男の声を聞いてようやく安心した「家へ着いたらばあさんも角野も」 大いに自信の噂をしたけれども大輔は二人とも自分ほどには感じなかったろうと考えた寝てからまた道夫の依頼をどう処置しようかと思案してみたしかし分別を凝らすまでには至らなかった父と兄の近来の多忙は何事だろうと押してみた結婚はぐずぐずにしておこうと両見を決めた そうして眠りに入った。その明る日の新聞に初めて日東事件なるものが現れた。砂糖を製造する会社の重役が会社の金を使用して大技士の何名かを買収したという放置である。 角野は例のごとく重役や代議士の行員されるのを痛快だ痛快だと評していたが大助にはそれほど痛快にも思えなかったが23日するうちに取り調べを受ける者の数がだいぶ多くなってきて世間ではこれを大義国のよよううににやし立てるようになったある新聞ではこれを英国に対する謙虚と称した。 その説明には、英国大使が日東株を買い込んで損をして苦情を鳴らし出したので、日本政府も英国へ対する申し訳に手を下したのだとあった。日東事件の起こる少し前、東洋基線という会社は、1割2分の配当をした後の半期に、80万円の欠損を報告したことがあった。 それを大輔は記憶していた。その時の新聞がこの報告を表して、真を奥に足らんと言ったことも記憶していた。大輔は自分の父と兄の関係している会社については、何事も知らなかった。けれども、いつどんなことが起こるまいものでもないとは、常から考えていた。そうして父も兄も、 ああらゆるる点においいてて神聖であるとは信じていなかった。もしやかましい吟味をされたなら両方とも婚姻に値する資格ができはしまいかとまで疑っていたそれほどでなくっても父と兄の財産が彼らの能力と手腕だけで誰が見ても最もと認めるように作り上げられたとは請けがわなかった。 明治の初年に横浜へ移住奨励のため政府が移住者に土地を与えたことがあるその時ただもらった地面のおかげで今は非常な金満家になったものがあるけれどもこれはむしろ天の与えた偶然である父と兄のごときはこの事故にのみ幸福なる偶然を人為的に かつ、政略的に室を作ってこしらえ上げたんだろうと大輔は鑑定していた大輔はこういう考えで新聞記事に対しては別に驚きもしなかった父と兄の会社についても心配をするほど正直ではなかったただ道夫のことだけが多少気にかかったけれども手ぶらで行くのが面白くないんで そのうちのことと腹の中で両見を定めて日々読書にふけって45日過ごした不思議なことにその後例の金の件については平岡からも道夫からも何とも言ってこなかった大輔は心の内にあるいは道代がまた一人で返事を聞きに来ることもあるだろうと実は心待ちに待っていたのだが その甲斐はなかった姉妹に安尿を感じ出した「どこか遊びに行くところはあるまいかと」と娯楽案内を探して芝居でも見ようと勇気を起こした神楽坂から外堀線へ乗ってお茶の水まで来るうちに気が変わって森川町にいる寺尾という同窓の友達を訪ねることにしたこの男は 学校を出ると教師は嫌だから文学を職業とすると言い出して他の者の,の止めるのにもかかわらず危険な商売をやり始めたやり始めてから3年になるがいまだに名声も上がらず急きょ行って現行生活を持続している自分の関係のある雑誌に何でもいいから書けと迫るので 大助は一度面白いものを寄贈したことがあるそれは1ヶ月間雑誌屋の店頭にさらされたぎり永久人間世界からどこかへ運命のために持って行かれてしまったそれぎり大助は筆を取ることをごめんこうむった寺を会うたんびにもっとかけかけと進めるそうして俺を見ろというのが口癖であった けれども他の人に聞くと寺尾ももう陥落するだろうという評判であった大変ロシアものが好きでことに人が名前を知らない作家が好きでなけなしの銭を工面しては新刊物を買うのが道楽であったあまり機嫌が高かった時大輔が文学者も驚病にかかってるうちはまだダメだ 一旦日露戦争を経過したものでないと話せないと冷やかし返したことがあるすると寺尾は真面目な顔をして「戦争はいつでもするが日露戦争後の日本のように往生しちゃつまらんじゃないか」「やっぱり強路病にかかってる方が卑怯でも安全だ」と答えて「やっぱりロシア文学を推古していた」 玄関から座敷へ通ってみると寺尾は真ん中へ一貫張りの机を据えて頭痛がすると言って鉢巻きをして腕まくりで帝国文学の原稿を書いていた「邪魔ならまた来る」と言うと「帰らんでもいいもう今朝から午後25円午後2円50銭まで稼いだから」という挨拶であった。 やがててをを外して話を始めた。始めるが早いか今の日本の作家と評価を目の玉の飛び出るほど痛快に罵倒し始めた大輔はそれを面白く聞いていたしかし腹の中では寺尾のことを誰も褒めないのでその対抗運動として自分の方では人をけなすんだろうと思った。 と勧うういいめると「そうはいかないよ」と笑っている「なぜ?」と聞き返しても答えないしばらくして「そりゃあ君のように気楽に暮らせる身分ならずいぶん言ってみせるが何しろ食うんだからねどうせ真面目な商売じゃないさ」と言った大助は「それで結構だ」 しっかりやりたまえと奨励したすると寺尾はいやちっとも結構じゃないどうかして真面目になりたいと思っているどうだ君ちっと金貸して僕を真面目にする料金はないかと聞いたいや君が今のようなことをしてそれで真面目だと思うようになったらその時貸してやろうとからかって大輔は表へ出た 本郷の通りまで来たが安乳医の館は依然として元の通りであるどこをどう歩いても物足りないと言って人のうちを訪ねる気はもう出ない自分を検査してみると体全体が大きな異病のような心持ちがした4丁目からまた電車に乗って今度は電通院前まで来た 車中で揺られるたびに五尺何寸かある大きな胃袋の中で腐ったものが波を打つ感じがあった三時過ぎにぼんやり家へ帰った玄関で角野が「さっきお宅からお使いでした手紙は書斎の机の上に載せておきました受け取りはちょっと私が書いて渡しておきました」と言った。 手紙は古風な城箱のうちにあった。その赤塗りの表にはなあても何も書かないで真鍮の缶に通した肝心寄りの封じ目に黒い墨をつけてあった大助は机の上を一目見てこの手紙の主は兄嫁だとすぐ悟った兄嫁はこういう旧式な趣味があってそれが時々おた。 思わぬ方角へ出てくる大介ははさみの先で肝心寄りの結び目をつっつきながら面倒な手数だと思ったけれども中にあった手紙は城箱とは正反対に簡単な原文一致で用をすましていたこの間わざわざ来てくれた時はお頼み通り取り計らいかねて。 お気の毒をした。後から考えてみるとその時いろいろ不遠慮な失礼を言ったことが気にかかる」「どうか悪く取ってくださるな。その代わりお金をあげる」「もっともみんなというわけにはいかない」「200円だけ都合してあげる」「からそれをすぐお友達のところへ届けておあげなさい」 これは兄さんには内緒だからそのつもりでいなくってはいけない奥さんのことも宿題にするという約束だからよく考えて返事をなさい手紙の中に巻き込めて200円の小切手が入っていた大助はしばらくそれを眺めているうちに梅子にすまないような気がしてきた この間の間晩帰りがけに向こうから「じゃあお金はいらないの?」と聞いた貸してくれと切り込んで頼んだ時はああ手,手,手厳しくはねつけておきながらいざ断念して帰る段になると帰って断った方から懸念があって「ダメ」を押して出た大助はそこに女性の美しさと弱さとを見たそうして その弱さにつけ入る勇気を失った。この美しい弱点をもてあそぶに耐えなかったからである。ええー、いりません。どうかなるでしょうと言って別れた。それを梅子は冷ややかな挨拶と思ったに違いない。その冷ややかな言葉が梅子の平成の思い切った動作の裏に、どこにか引っかかっていてとうとうこの手紙になったのだろうと。 大介は判断した大助はすぐ返事を書いたそうしてできるだけ温かい言葉を使って感謝の意を表した「大介がこういう気分になることは兄に対してもない父に対してもない世間一般に対してはもとよりない近来は梅子に対してもあまり怒らなかったので」。 大輔はすぐ道代のところへ出かけようかと考えた。実を言うと200円は大輔にとって中途半端な高であった。これだけくれるならいっそ思い切ってこっちの値だった通りにして満足を買えばいいにという気も出た。がそれは大輔の頭が梅子を離れて道代の方へ向いた時のことであった。その上、 女はいかにも思い切った女でも感情上中途半端なものであると信じている大輔にはそれが別段不平にも思えなかったいな女のこういう態度の方がかえって男性の断然たる処置よりも同情の弾力性を示している点において快いものと考えていただから もし200円を自分に送ったものが梅子でなくって父であったとすれば大助はそれを経済的中途半端と解釈してかえって不愉快な勘に打たれたかもしれないのである大助は晩飯も食わずにすぐ表へ出た御賢庁から江戸川のへりを伝って川を向こうへ越した時は さっき散歩からの帰りのように精神の困憊を感じていなかった坂を登って電通院の横へ出ると細く高い煙突が寺と寺の間から汚い煙を雲の多い空に吐いていた大助はそれを見て貧弱な工業が生存のために無理につく息を見苦しいものと思った そうしてその近くに住む平岡とこの煙突とを暗暗のうちに連想せずにはいられなかったこういう場合には道場の念より美醜の念が先に立つのが大助の常であった大助はこの瞬間に道夫のことをほとんど忘れてしまったくらい空に散る哀れな石炭の煙に刺激された 平岡の玄関の靴にぎには女の履く重ね草履が脱ぎ捨ててあった格子を開けると奥の方から道夫が裾を鳴らして出てきたその時上がり口の二畳はほとんど暗かった道夫はその暗い中に座って挨拶をした初めは誰が来たのかよく分からなかったらしかったが大助の声を聞くや否や どなたかと思ったらとむしろ低い声で言った大助ははっきり見えない道夫の姿を常よりは美しく眺めた平岡は不在であったそれを聞いた時大助は話して言いやすいようなまた話して言いにくいような変な気がしたけれども道夫の方は常の通り落ち着いていた ランプもつけないで暗い部屋を立てきったまま二人で座っていた道夫は下女も留守だと言った自分もさっきそこまで用足しに出て今帰って夕飯を済ましたばかりだと言ったやがて平岡の話が出た予期した通り平岡は相変わらず奔走しているが この1週間ほどはあんまり外へ出なくなった。疲れたと言ってよくうちに寝ている。出なければ酒を飲む。人が訪ねてくればなお飲む。そうしてよく怒る。盛んに人を罵倒するのだそうである。昔と違って気が荒くなって困るわ。と言って。 道は安に同情を求める様子であった大助は黙っていた下女が帰ってきて勝手口でガタガタ音をさせたしばらくするとゴマだけの台のついたランプを持って出た襖を閉める時大助の顔を盗むように見ていった大助は 懐から例の小切手を出した。二つに折れたのをそのまま道夫の前に置いて「奥さん」と呼びかけた大助が道夫を奥さんと呼んだのは初めてであった先だってのお頼みの金ですがね道夫は何にも答えなかったただ目を上げて大助を見た 実はすぐにもと思ったんだけれどもこっちの都合がつかなかったものだからつい遅くなったんだが「どうですかもう始末はつきましたか?」と聞いたその時道夫は急に心細そうな低い声になったそして演ずるように「まだですわ。だって片付くわけがないじゃありませんか。 と言ったまま目をつむってじっと大助を見ていた大助は折れた小切手を取り上げて2つに開いた「これだけじゃだめですか?」。道夫は手を伸ばして小切手を受け取った「ありがとう」「平岡が喜びますわ」と静かに小切手を畳の上へ置いた。 大介は金を借りてきた由来をごくざっと説明して自分はこういう呑気な身分のように見えるけれども何か必要があって自分以外のことに手を出そうとするとまるで無能力になるんだからそこは悪く思ってくれないようにと言い訳を付け加えたそれは私も承知していますわ。 けれども困ってどうすることもできないものだから。つい無理をお願いして。と道をは気の毒そうに詫びを述べた。大輔はそこで念を押した。それだけでどうか始末がつきますか。もしどうしてもつかなければもう一遍苦面してみるんだか。もう一遍苦面するって。 ンをして高い利のつくお金を借りるんです。あらそんなこと?」と道夫はすぐ打ち消すように言った「それこそ大変よあなた」。大助は平岡の今苦しめられているのもその怒りはたちの悪い金を借り始めたのが転々してたたっているんだということを聞いた。平岡は、 あの地で最初のうちは非常な勤勉家として通っていたのだが道夫は産後心臓が悪くなってブラブラしだすと遊び始めたのであるそれも初めのうちはそれほど激しくもなかったので道夫はただ付き合い上やむを得ないんだろうと諦めていたがしまいにはそれがだんだん高じてホーズがなくなるばかりなので。 道ちも心配をするすれば体が悪くなるなれば法灯がなお募る「不親切なんじゃない私が悪いんです」と道ちはわざわざ断ったけれどもまた寂しい顔をして「せめて子供でも生きていてくれたらさぞよかったろう」とつくづく考えたこともありましたと自白した大助は 経済問題の裏面に潜んでいる夫婦の関係をあらまし推察し得たような気がしたのであまり多くこっちから問うのを控えた帰りがけに「そんなに終わっちゃいけない昔のように元気におなんなさいそしてちっと遊びにおいでなさい」と勇気をつけた「ほんとね」と道夫は笑った彼らは 互いの昔を互いの顔の上に認めた平岡はとうとう帰ってこなかった中二日置いて突然平岡が来たその日は乾いた風が朗らかな空を吹いて青いものが目に映る常よりは暑い天気であった朝の新聞に勝負の案内が出ていた 大介の買った大きな鉢植えの君子蘭はとうとう縁側で散ってしまったその代わり脇差しほども幅のある緑の葉が茎を押し分けて長く伸びてきた古い葉は黒ずんだまま日に光っているその一枚が何かの拍子に半分から折れて茎を去る五寸ばかりのところで急に鋭く下がったのが 大助には見見苦しく見えた。大助はハサミを持って円に出たそうしてその葉を折れ込んだ手前から切って捨てた時に厚い切り口が急ににじむように見えてしばらく眺めているうちにぽたりと縁に音がした切り口に集まったのは緑色の濃い重い汁であった 大助はその匂いを嗅ごうと思って乱れる葉の中に鼻を突っ込んだ縁側の滴りはそのままにしておいた立ち上がってたもからハンケチを出してハサミの刃を拭いているところへ角野が平岡さんがおいでですと知らせてきたのである大助はその時平岡のことも道代のこともまるで頭の中に考えていなかった ただ不思議な緑色の液体に支配されて比較的世間に関係のない情聴のもとに動いていたそれが平岡の名を聞くや否やすぐ消えてしまったそうしてなんだか会いたくないような気持ちがした「こっちへお通し申しましょうか」と角野から催促された時大助は「うん」 と言っって座敷へ入った後から席に導かれた平岡を見るともう夏の洋服を着ていた襟も白シャツも新しい上に流行の網襟飾りをかけて浪人とは誰にも受け取れないくらい灰からに取り繕っていた話してみると平岡の事情は依然として発展していなかった。もう 近頃は運動しても当分ダメだから毎日こうして遊んで歩くそれでなければうちに寝ているんだと言って大きな声を出して笑ってみせた大助もそれがよかろうと答えたなりあとは当たらず触らずの世間話に時間を潰していたけれども自然に出る世間話というよりも むしろある問題を回避するための世間話だから両方ともに緊張を腹の底に感じていた平岡は道代のことも金のことも口へ出さなかった従って3日前大助が彼の留守宅を訪問したことについても何も語らなかった大助も初めのうちはわざとその点に触れないで済ましていたが いつまでたっても平岡の方でよそよそしく構えているのでかえって不安になった「実は23日前君のところへ行ったが君は留守だったね」と言い出した「うんそうだったそうだねその説はまたありがとうおかげさまでうん何君を煩わさないでもどうかなったんだがあいつがあまり心配すぎて つい君に迷惑をかけてすまない」と冷淡な礼を言ったそれから「僕も実はお礼に来たようなものだが本当のお礼にはいずれ当人が出るだろうから」とまるで道をと自分を別物にした言い分であった大輔はただ「そんな面倒なことをする必要があるものか」と答えた話はこれで切れたがまた両方に共通で しかも両方のあまり興味を持たない方面にずり滑っていったすると平岡が突然「僕はことによるともう実業はやめるかもしれない」「実際内幕を知れば知るほど嫌になる」「その上こっちへ来て少し運動をしてみてつくづく勇気がなくなった」と心底かららしい告白をした「大輔は一口 そそれはううだろうと答えた平岡はあまりこの返事の冷淡なのに驚いた様子であったがまた後をつけた「せんだってもうちょっと話したんだが新聞へでも入ろうかと思ってる」「口があるのかい?」と大輔が聞き返した「今一つある」「多分できそうだ」 来ときは運動してもだめだから遊んでいると言うし今は新聞に口があるから出ようと言うし少し要領をかいでいるが追求するのも面倒だと思って大助はそれも面白かろうと賛成の意を表しておいた平岡の帰りを玄関まで見送ったとき大助はしばらく 障子に身を寄せて敷居の上に立っていた角野もお付き合いに平岡の後ろ姿を眺めていたがすぐに口を出した平岡さんは思ったよりハイカラですなあのなりじゃ少しうちの方がおそますぎるようですそうでもないさ近頃はみんなあんなものだろうと大輔は立ちながら答えた 全くなりだけじゃわからない世の中になりましたからねどこの紳士かと思うとどうも返事きりんなうちへ入ってますからね」と角野はすぐ後をつけた大輔は返事もしずに書斎へ引き返した縁側に垂れた君子欄の緑の滴りがドロドロになって干上がりかかっていた 大助はわざと書斎と座敷の仕切りを立てきって一人部屋の内へ入った来客に接した後、しばらくは独座に老けるが大助の癖であったことに今日のように調子の狂う時は格別その必要を感じた平岡はとうとう自分と離れてしまった会うたんびに遠くにいて応対するような気がする。 実を言うと平岡ばかりではない誰に会ってもそんな気がする現代の社会は孤立した人間の集合体に過ぎなかった大地は自然に続いているけれどもその上に家を建てたらたちまち切れ切れになってしまった家の中にいる人間もまた切れ切れになってしまった文明は我らをして 「孤立せしむるものだ」と大輔は解釈した「大輔と接近していた自分の平岡は人に泣いてもらうことを喜ぶ人であった」「今でもそうかもしれないがちっともそんな顔をしないからわからない」「否」「勤めて人の同情を退けるように振る舞っている」「孤立しても世は渡ってみせるという我慢か」 またはこれが現代社会に本来の面目だという悟りかどっちかに帰着する平岡に接近していた自分の大助は人のために泣くことの好きな男であったそれが次第次第に泣けなくなった泣かない方が現代的だからというのではなかった事実はむしろこれを逆にして泣かないから現代的だと言いたかった のの文明の圧迫を受けて、その重荷の下にうなる激烈な生存競争上履に立つ人で真によく人のために泣きうる者に大助は未だかつて出会わなかった大助は今の平岡に対して隔離の間よりもむしろ嫌悪の念を催したそして向こうにも自己同様の念が刻していると判じた。 昔の大介も時々我が胸のうちにこういう影を認めて驚いたことがあったその時は非常に悲しかった今はその悲しみもほとんど薄く剥がれてしまっただから自分で黒い影をじっと見つめているそうしてこれが誠だと思うやむを得ないと思うただそれだけになった こういう意味の孤独の底に陥って反問するには大輔の頭はあまりにはっきりしすぎていた彼はこの境遇をもって現代人の踏むべき必然の運命と考えたからであるしたがって自分と平岡の隔離は今の自分の眼に訴えてみて尋常一般の経路を ある点まで進行した結果に過ぎないと見なしたけれども同時に二人の間に横たわる一種の特別な事情のためこの隔離が世間並みよりも早く到着したということを自覚せずにはいられなかったそれは道代の結婚であった道代を平岡に終戦したものは元来が自分であった それを当時に悔ゆるような薄弱な頭脳ではなかった今日に至って振り返ってみても自分の所作は過去を照らす鮮やかな名誉であったけれども三年経過するうちに自然は自然に特有な結果を彼ら二人の前に突きつけた彼らは自己の満足と好奇を捨てて その前に頭を下げなければならなくなったそうして平岡はちらりちらりとなぜ道をもらったかと思うようになった大助はどこかしらでなぜ道を修正したかという声を聞いた大助は書斎に閉じこもって一日考えに沈んでいた晩食の時角野が 先生今日は一日お勉強ですなどうですちとお散歩になりませんか今夜はトラビ社ですね。園芸館でチャンの留学生が芝居をやってますどんなことをやるつもりですか行ってごらんなすったらどうですチャンってやつは奥面がないから何でもやる気だからのんきなもんだ と一人でしゃべった。